はい、続きですね。ということでね、人間と、宇宙生物の問題ですね。4番目ぐらいですかね。で、問題はね、人間の知能はとにかくテレパシーで知能をつけているだけで、人間単独では話したり聞いたりすることもできないね。で、人間100億人集めても知能が足んないんですよ。話したり聞くことできないんですよ。だからまた宇宙全体の宇宙生物に頭のテレパシーで聞いてないければ話せないですね。で、私の場合単独で上の生物なんで単独で話したり聞いたりすることが処理できるんだけど、人間自身は脳がほとんどないんですね。あっても空白なんですね。だから、そんな関係でね、これなんか、で、まあ、宇宙生物、知能の高いうちの生物に、話すということが大事でね、直径で聞ける生物も、いるんですよね。で、もう人間には話しても聞いたりすることできませんから、すぐにね、知能が低いんでね、動きますけども、分かんないで動くだけなんですね。700年後分かったり、1000年後分かる。で、合ってるんだろうということで、テレパシーで情報が仲間から集まってて動くわけですね。だから誰一人、その一人分かってないで動くわけですし、ね。それだけなんですね。で、人間100億人ぐらいの知能でも全く無能なんですね。長く見るとね、計算するともうミスになってる。だから、一切聞いちゃいけないんですね。人間の脳は。地球内の人間の脳で団体でやろうと、ね、人間の知能低いから全体集まってテレパシーで、ね、聞き合っても全く無能なんですね。正しくないんですね。間違いだらけなんですね。で、短期では合ってるような感じでも、何年も10年も100年も経つと、ああ、間違ってたという行動なんですね。で、そういうもんなんで、人間はとにかく宇宙生物の、ね、人間よりかはまた人間と同じね、無量を持つ、もっと100億人かける100億人、100億ぐらいのね、宇宙にいますから、その知能を借りるとかなり同じ、ね、生物同士の団体、ね、多くなれば知能が高くなるわけですよ。それは、の情報というのは間違いが少なくなってくるんですけどもね。ただ、人間たちは、結構悪い性格は、今日肉食だけなんで、ね、その時に、情報で話した、情報を聞いたもので動かないんですね。その時になったら都合を合わせて、だから、わかんないからね。自分たちね。だから、守らないんです。だから全く意味ないわけですね。で、伝達してもほとんど聞かないわけですね。変えちゃうんですね。そういうふうなですから、まあ、人間っていうのは単なる今日肉食生物であり、まだあるかな。肉食生物であり、ね、そういうことでね、付き合いをしないといけないわけね。人間と私の上の生物との関係はね。で、あと問題としては、その技術というのはね、私、地球と太陽を、育てて生まれる前に、私がね、生きてた時に、SF 映画、スターゲートで出てくるよね、石棺というね、装置をね、発明して、行ってね、
もうちょっと進んでますけどね、進んでますし、完璧でしたけどね。宇宙戦争でやられて、石棺も破壊されてね、で、戻れなくなって、地球体を育てて、またね、子供から生まれてきたわけですね。なんかその、とにかく地球体を育てて、そこから生まれて、一番入り込みができるね、移行の生物、つまりね、最適化でね、知能は情報を知ってまして、高校バクテリアでもその通り動いていくと進化していくわけです。一番の進化の道を知ってるわけですね、方法。だその通り動くと良くなってくるからということで、ちゃんと聞いたものにがまた生まれて私になっちゃうわけですね。昔の私の生物になっちゃうんです。全部が途中でね、一つでも違う方向に行ってしまったらダメなんですね。一個もミスがないようにですね。で、当然ね、最適化なんで、ね、その方向に行けると守れると、まあ、行っちゃうともう、ね、全部パーフェクトに守って動いちゃうと私になるわけですね。だから昔の私に戻ってくるわけですね、はい、でいろいろな妨害、昔のその宇宙戦争での敵、ね、が攻めてきて、もう初めから、ね、敵を作ってきておりますから、生まれるところを消すためにね。だから地球で太陽を育てて、そこからまた生物作って、そこで私が生まれてくる環境を作ったわけですね。でもその敵である宇宙生物、人間よりか知能の高い生物が妨害に入ってきますね。でこれはまあ言うなれば、